スクールを主催神奈川県藤沢市出身。1972年にレースデビュー。ツーリングカーを出発点に国内頂点カテゴリーまで到達し、1979年には全日本フォーミュラパシフィック選手権でシリーズチャンピオンを獲得している。日産自動車系ドライバーで横浜ゴム契約選手でもあった。絶頂期には、 全日本 F3000 選手権、富士グランチャンピオンレース、全日本ツーリングカー選手権、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権と、全日本選手権のメインシリーズのすべてに、レギュラー出場していた。長らくヤンキー調の突っ張りサングラスが、トレードマークだった。1979年の鈴鹿サーキットで行われた、全日本 F2 選手権、第7戦において、 B ガビアーニのクラッシュに巻き込まれた。その際に、ガビアーニのマシーンが、ワダの頭部を直撃しワダは、意識不明の重体となった。偶然にも近くいた、研修医の適切な処置の会もあり、一命を取り留めた。富士スピードウェイで行われた1991年、JSPC 第4戦では、イタリア日産 R91VP にて、ホームストレート走行中に、 マシンが突然浮き上がった後に空中回転支援場マシンはすぐさま炎に包まれたが、和田は自力脱出した。非凡な才能があるだけではなく、このように幾多の激しいクラッシュに巻き込まれながらも復活を遂げており、ガッツあるレーサーとして人気を博した。若い頃はパンチパーマやヤンキーサングラスといった暴走族風のファッションに加えて、 長身子は表の外見で近寄りがたい雰囲気であった。反面、オートテクニックなどの雑誌でコーナーを持ったり、インタビューにも、気さくに応じていた。また、ファンレターに対しては、頻繁に返事を出していたという。カートや二輪出身ではなく、プライベーターのツーリングカーから、日産セミワークス的存在や、横浜タイヤのエースドライバーになった。 いわゆるストリート上がりのレーシングドライバーであり、当時は一部の暴走族や不良少年のカリスマ的存在であった。1983年に2回目の結婚をし42歳で子供誕生。現在川崎市在住。42歳の時の子供だから、可愛いいですね。娘に釣られて僕も若返ってますよ、とインタビューでも語っている。 1989年の全日本 F3000 選手権第5戦で50秒のリードを保ってトップをひた走っていた和田は終盤最終コーナーで周回遅れのジェフリースをパスする際にコースオフシスピンそのままコースを横切った際に後ろから来た岡田秀樹が避けきれず左リア同士をヒットした 岡田のマシンの左リアは脱落、和田のマシンも脱落こそしなかったものの、左リアサスペンションを曲げたままレースを続行した。後ろからは中谷昭彦が猛烈な追い上げをしていたが、和田はサスペンションが曲がった状態ながら、中谷とほぼ同じタイムで走行。ところが、最終ラップで曲がっていたハンマーアームが折れ、大幅にスピードダウン。たびたび体勢を崩しかけるも、 追い上げる中谷を抑えて優勝。タイム差はわずか0.32秒だった。ありがとうございます。